パシフィックレーシングは、かつて存在した、イギリスのレーシングチーム。1994年から1995年に、かけて、F1 世界選手権に参戦した。オーナーは、キース・ビギンス。国際 F3000 でクルサードがドライブした、レーナード Q3DDFV パシフィックレーシングは、1980年代より、フォーミュラフォードや、イギリス F3 選手権。 国際 F3000 選手権などに参戦し、j j ト、デビッド・クルサード、エディ・アーバインなどのドライバーを輩出してきた。1991年には、クリスチャン・フィッティ・パルディを要して、国際 F3000 選手権を制覇し、F1 へのステップアップを図った。当初、1993年からの F1 エントリーを目指し、ドライバーは、 ミハエル・バーテルスと契約していたが、資金難のため参戦を1年に合わせた。1994年は、パシフィックグランプリとして F1 に、初参戦した。レースドライバーは、ベルトランガショートポール・ベルモンド、テストドライバーに、オリバー・ギャビン。シャシーは1991年に、レーナードが F1 参戦を狙った際に、 ロリー・バーンとパッド・シモンズが設計したものを譲り受け、ポール・ブラウンが PR-01 へと改良。これにイルモアのザウバーが昨年の前半に使用していた型落ちの V10 エンジンを搭載した。当時のイルモアはメルセデスの出資を受け、ザウバーとワークス契約を結んでいたため、パシフィックにはほぼ技術的サポートはされなかった。 パシフィック PR-H パシフィック PR-H をドライブするベルトランが賞当時はまだ珍しい方の部類だったベネトン型のフロントウィングを吊り下げるノーズを持つ特徴的なマシンではあったが3年前の設計のシャシーとイルモアの型落ちエンジンのマシンは競争力に欠け2台揃って決勝に出場したのはカール・ベンドリンガーのクラッシュで ザウバーが欠場したモナコ GP とシムテックのアンドレア・モンテルミーニがクラッシュしたスペイン GP のみだった。ベルモンドが予選を通過したのはこの2回だけ、ガショーも決勝進出は5回だけだった。第7戦フランス GP 以降は資金難でマシン開発が停止した影響で2台とも予選通過できず結局完走はなしに終わった。 1994年は重大事故が相次いだため、シーズン中にも次々とレギュレーション変更が実行され、もともと準備不足であるチームをさらに苦しめた。特に第4戦スペイン GP では、ディフューザーのサイズ縮小、フロントウィングの最低地上高変更、ボーテックスジェネレーターの禁止などが、レースウィークに急遽決まるなど、チームはピットでの回収作業を余儀なくされた。 パシフィック PRA21995 年は状況を打開すべく破綻したロータスの名称権を買収してパシフィックチームロータスとして参戦した。日本の東急グループを率いる後藤ファミリーが資本参加し東京にパシフィックアクセスなる事務所を設立してアジアのスポンサー獲得に動いた。また、画商も自己資金を投入して共同オーナーになるなど 体制強化を図ったが、相変わらずの資金難が続いた。ドライバーラインナップは、アンドレア・モンテルミーニとペドロ・ラミーに決定し、画商は共同オーナーとして、マネージメントに専念する意向で、開幕前には、今は、チームのマネージメントに全力を注ぐことが僕の、モチベーションと語っていた。しかし、開幕直前になってラミーがティレルとの二重契約未遂で、シートを失い、 結局、スポンサーを持ち込めるドライバーが見つからなかったため、序盤戦と終盤戦では、ガショ商が自らステアリングを握ることとなった。マシンは、フランクコパックによる吊り下げウィングを廃止した、オリジナルシャシーに、フォード ED エンジンを搭載した、PR-02 を登場させた。参戦台数の減少により、予選落ちがなくなり、前線で2台揃って決勝に進んだ。 開幕戦でモンテルミニが完走するなど、前年から、ある程度の進化は見せたが、入賞はできず、シーズン途中では、合唱に変わって、スポンサーマネーを持ち込んだジョバンニラバッジや、ジャンデニ・デレトラーズと、ドライバーが次々に交代し、パシフィック GP と1995年日本、g p では、日本の若手有望株の一人であった、山本勝美を起用しようとするも、 スーパーライセンスは発給されず断念した。第9戦ドイツ GP のモンテルミーニと最終戦、オーストラリア GP で、ガショーが8位で完走したのが最高成績で、結局この年いっぱいで F1 を撤退した。F1 撤退後、パシフィックは1996年から1997年まで、国際 F3000 に参戦し、クリスチアーノだ、マッタや マルク・ジェネがドライブした。1997年から1998年にかけては BRM 日産のマシンでインターナショナルスポーツカーレーシングシリーズに参戦。ルマン24時間レースにも挑戦した。ありがとうございます。